南シナ海の南沙諸島周辺の領有権を巡り、米中両国間で緊張が走っている。軍事力を背景に覇権拡大を進める習近平国家主席率いる中国を牽制するべく、米国のオバマ政権は同海域への米軍派遣を示唆したが、中国側は対抗措置も辞さない構えで、偶発的な軍事衝突も排除できない状況だ。米中両軍が南海の洋上で激突する事態が起こるのか、起こった場合どのような状況に直面するのか、専門家は万一海戦となっても1週間で米軍が圧勝すると分析する。アジア域内の国家が南シナ海の問題に介入し、中国に対して頻繁に近距離からの偵察行為を繰り返している。中国が26日、2年ぶりに発表した国防白書、中国の軍事戦略。この中で中国国防省と人民解放軍は、南シナ海での海洋権益をめぐり、米国に強い警戒感を示した。さらに白書は、海上での軍事衝突に備える、との方針も表明した。中国国防省が正式に海上での軍事衝突に言及するのは初めてで、国際社会に衝撃が走った。両国の火種となっているのは、中国が南シナ海の南沙諸島で進める岩礁の埋め立て問題だ。領有権を訴えるフィリピンなどを無視する格好で、大規模な建造物を構築するなど、実効支配を強化している。今月初旬、米国防総省は中国が南沙諸島でこれまでに計約8平方キロを埋め立てたとの推計を明らかにした。同時に大規模な埋め立ては平和と安定という地域の願望と一致しないと批判。だが中国の即座に領土や海上権益を守るための行動は正当かつ合法的であり、誰かがとやかく言うべきではないと応酬していた。